はい、どうもこんにちは、お久しぶりの寝起きの伊藤です。今見て分かる通り、ビジネスホテルに泊まっております。このホテル名古屋ではございません。外をご覧ください。暗くて見えないかな。奥に見えるのがスカイツリーと両国国技館です。真っ暗だから分かんないかな、これ。私名古屋の伊藤、昨日から東京に来ております。名古屋から東京に来て両国国技館のすぐ横のホテルに泊まっております。ということは相撲に決まってるじゃないですか。相撲ですよ。プチ相撲ファンなんですけれども、国技館で相撲を見たことないんで、やっぱり国技館で相撲が見たいというわけで、平成31年1月場所の相撲を見にやってまいりました。ただチケット持ってないんで、チケットはね、やっぱね、買えませんでした。チケットが買えなかったということは、相撲を見る方法はただ一つ、当日券チャレンジです。で、今ね、今、朝の5時前なんですけど、5時過ぎにはもう並びたいと思います。1月なんでね、外クソ寒いんで、もう防寒をバッチリして、臨みたいと思います。当日券の販売の開始が、朝の8時からなんですよ。で、並んだら整理券がもらえるんだけど、整理券を配り始めるのが何時からってのは分かんないし、まあ普通常識的に考えたらね、整理券もらっても列を離れちゃいけないはずなんで、1月の朝の寒い中、結構長い間外にいなきゃいけないんじゃないかと思われますんで、防寒をバッチリしていきます。普段絶対被らないニット帽、普段絶対使わないカイロ、普段絶対履かない防寒のタイツ、これヒートテックよりあったかいやつです。で、普段絶対着ないインナーのシャツですね。これもなんか遠赤外線であったかいっていうやつです。こういうものを初めて買いました。まあ、外で動けるんならまだしも、列に並んだらもう動けもしないからね、体が冷える一方ですので、これぐらいしていかないとね、死んじゃいます。で、今日なんかね、1月14日月曜日、成人の日で、もう旗日ですので、朝の5時過ぎに並んで、もしダメだったらもうそれはそれでもう諦めがつく。5時で、俺びっくりしたのが、なんか4時半ぐらいからもうなんか外電車走ってんの、マジでと思って。始発そんな早いのかよ東京。よし、じゃあ列に並びに行きたいと思います。違う、こっちだ。ホテルを出ていきなり右と左を間違えるという初歩的なミス。さすが俺。やっぱ寒いわ。寒い。
でございます。はい、はい、ございます。はい、今どうぞ。長かった。はい、無事に相撲の当日券ゲットしたんで、あ、寒かった、長かった。一回ホテルに戻って朝食とか取って、で10時過ぎぐらいに国技館に入ろうと思います。それでは次回、初めての国技館相撲観戦の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。足が冷えて死にそうだ。寒い。